県の子ども食堂をみんなに紹介するよ。今富山県には子ども食堂がどんどん増えているよ。お店や地区センター、お寺、民家などいろんな場所で行われているんだ。きっと君の住んでる町の近くにもあるんじゃないかな。すごい！本当にたくさんの人が集まってるんだね。子ども食堂はいろんな人たちが分け隔てなくご飯を食べたり遊んだりできる場所だよ。なんだかとっても楽しそう。もちろん一人で行っても大丈夫だよ。へえ、私も行ってみたい。めちゃくちゃ美味しそう。それぞれの子ども食堂が工夫してご飯を用意してくれているよ。わー、唐揚げ美味しそう。子どもたちの喜ぶメニューがいっぱいだね。一緒に遊んだりしてみんなすぐに仲良くなれるのも子ども食堂の魅力だよ。ご飯を食べるだけじゃなくっていろんな遊びもあるのは楽しくていいね。僕もみんなと一緒に遊びたいな。ほんとみんな楽しそう。おやつや日用品がお土産でもらえたり、フードドライブといって食材を配ったりしているところもあるんだね。これは嬉しいね。いろんな会社や団体が協力してくれているんだよ。他にもサイズの合わなくなった服を交換できたりとか、子育てにもすっごく助かる。季節ごとのイベントもあったりするし、そりゃテンション上がるよ。選ぶのも楽しいね。お手伝いのスタッフさんもたくさん。いろんな人たちがみんなの笑顔のために力を合わせて頑張っているんだ。準備も大変だ。たくさんの人の努力があって子ども食堂が運営されているんだね。スタッフの皆さんにちゃんとありがとう言わなきゃね。スタッフのみんなもおいしいご飯でニッコニコ。頑張った後だからよりおいしいよね。みんなも一度子ども食堂。